皆さんこんにちは、ペイスと申します。今日は最初のビデオなんですけど、自己紹介をしようと思います。私の名前はペイスで、アメリカ人で23歳です。日本語を勉強するのはもうすぐ5年間ぐらいになります。大学に入ってからずっと卒業するまでに日本語を勉強しました。3年生の時に京都に留学しました。すごく楽しくて、日本語でもっと上手に話せるようになりました。でもなぜ日本語を勉強し始めましたか？私の理由は、実は最初にアニメでした。でも中学校の時に日本語を初めて聞いてみました。その時日本語が すごく美しくて、この言葉を絶対に習わなきゃと決めました。でも私が住んでいた場所に日本人も一人もいなかったし、日本語のクラスもなかったので、大学に入ってから絶対に日本語を勉強することにした。卒業した後、今も大学にいないので、一人で日本語を勉強しなきゃです。すごく大変なんですけど、頑張ります。日本語を勉強するために、もっと日本語でビデオを作りたいと思います。だから、もし私が話してほしいトピックとかあれば、ぜひコメントで教えてください。それと、もし私に質問があれば、その質問もコメントで聞いてください。では、私の自己紹介を見ていただいて本当にありがとうございました。よろしくお願いします。